こんにちは、016の富裕人です。以前の動画でカニフィルターについて紹介しました。あの動画から何回かフィルターを撮影に使いましたが、とても満足しています。まあコロナがまた流行ってきているので、あまり撮影にはいけないんですが、でもカニフィルターを使うことで自分の写真がワンランク上げることができているのかなというふうに感じています。今回の動画ではカニフィルターを使う上で撮影時の効率化についてお話ししたいと思います。まあカニフィルターに限らずですね、フィルターを使って撮影をしたことがある方はよくわかると思うんですけど、フィルターを使う撮影ってどうしてもセッティングに時間がかかってしまうんですよね。で、一番困るのは時間に制約がある場合の撮影ですよね。撮影するのにセッティングに手間がかかってたらシャッターチャンスを逃してしまいますね。なのでフィルターを使う場合の撮影の効率化ってとても重要だと思います。これが今日の目次です。まずはステップアップリングが必要なレンズを使用する場合の効率化の話、その後にソニー 14mmF1.8 の G マスターレンズを使用する場合の効率化について話します。その次にカメラバッグから機材を出し入れしやすい収納の仕方、最後におまけとして新たに購入したカニフィルターを簡単に紹介しようかなと思います。まあ概要欄にもタイムスタンプを後で貼っておきます。で、最初に言っておきますが、今日紹介する効率化の方法はあくまで富裕人のやり方です。皆さんもこうしなさいという話ではないです。効率化っていうのは方法は一つだけではなくいくつもあると思うので、まあ他の方法あるよという方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄に書いていただきたいと思います。あとこれから話す内容は 100mm のフィルターを使っている場合での方法です。なので 150mm など、別のサイズのフィルターを使っている方は同じことができないことがあるかもしれません。まあでもこの動画を見て別のアイディアのひらめきにつながるかもしれませんので、まあ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。 Alright, let's get started. ではまずステップアップリングが必要なレンズを使用する場合の効率化の話をします。ステップアップリングが必要なレンズとは、つまりフィルター径が 82mm より小さいレンズのことです。まあ、私が持っているレンズは焦点距離が14、24、35、50、85、135mm で全部単焦点レンズです。まあこの 14mm のレンズについては後で詳しく話しますので今は省きますが、このうち35と 135mm のレンズはフィルター径が 82mm です。この2つのレンズはステップアップリングをつけずにフィルターホルダーをレンズに取り付けれます。ただ他のレンズはフィルター径が 82mm ではないのでステップアップリングが必要になります。幸いこれらのレンズのフィルター径が 67mm、72mm と 77mm なので、ステップアップリングを買い足さずにフィルターホルダーに最初から付属しているステップアップリング3つで間に合っています。まあ、どんなレンズをお持ちなのかによっては買い足しが必要かもしれないです。フィルター径が 82mm の場合、写真を撮るまで5アクション必要です。レンズキャップを外す、 CPL アダプターまたはフィルターアダプターをレンズに装着する、フィルターホルダーをつける、フィルターをつける、シャッターを押す、この5アクションですね。それに比べステップアップリングを使わないといけないレンズは6アクション必要です。レンズキャップを外す、ステップアップリングをつける、CPL フィルターまたはフィルターアダプターをレンズに装着する、フィルターホルダーをつける、フィルターをつける、シャッターを押す、この6アクションです。このステップアップリングをつけるっていう1アクションは結構面倒で、使っているレンズのフィルター径に合った正しいサイズのリングをつけなければならないので結構厄介です。成形写真など暗い場所でよく撮影する方は面倒だと思っている方も少なくはないと思います。じゃあ富裕人はどうしているのかというと、最初からステップアップリングをレンズに装着してしまってます。現場で取り付けしていたら時間がかかってしまうので、家で荷造りしているうちにステップアップリングをレンズに最初からつけちゃいます。でもそしたらレンズの前玉がむき出しになったままになるんじゃないのと思いますよね。なので富裕人は 82mm のレンズキャップを数個買って、それをステップアップリングにつけてます。これでカメラバッグの中でレンズの前玉に傷がつくのを防げます。この方法の利点はいくつかあります。まずステップアップリングを最初からつけておくことで常に5アクションで撮影ができます。6アクションではなくて5アクションで良いということは作業時間をかなり短縮できます。またレンズ交換の作業が簡素化できますね。富裕人は撮影時にしょっちゅうレンズを交換するのですが、
レンズ交換のたびにステップアップリングを外してレンズキャップつけて、使いたいレンズのキャップ外してステップアップリングつけてと、かなり面倒です。なのでこの方法を使うことでかなり時間を節約できています。あとどのレンズにも同じキャップをはめれるということですね。レンズをたくさん使う撮影の場合、いちいちキャップのサイズを気にしなくていいですね。ただ欠点もいくつかあります。まずキャップを買わないといけないのでお金がかかりますね。私はソニー純正の 82mm のキャップを購入しています。まあ純正のだとちょっと高いので、安いので十分だと思います。まあ、富裕心は単純に見た目を良くしたいということもあってこっちにしてます。こちらのケンコの商品は 82mm キャップ3個で599円と結構安いですね。脱落防止のフックもついてます。これでいいんじゃないですかね。まあ自分はソニー純正のキャップを使いますけど。もう一つの欠点はレンズフードを持っていけなくなるということですね。まあ、フィルターを使う撮影はレンズフードはもともと使わないんですけど、撮影場所状況によってはフィルターよりレンズフードを使った方が良いシチュエーションも出てくると思います。どうしてもレンズフードを持っていきたいという場合は、ステップアップリングをレンズに事前に取り付けるのではなくて、ステップアップリングにキャップをつけたものを持っていくのがいいのかと思います。これなら小さくていいですよね。でもこれだと5アクションではなくて6アクションに戻ってしまいますけどね。それにフィルターを使っている間フードが大変お荷物になります。まあどこかで妥協が必要になりますね。じゃあ次の話、次はソニー 14mmF1.8G マスターレンズを使用する場合の効率化ですね。富裕人は今年発売されたこのレンズを買って結構愛用しています。このレンズに関しては動画を2つすでに作っていますので、もしよかったらそっちも見てください。ただこのレンズはデメキンレンズ仕様なので、レンズにフィルターネジがありません。フィルターが取り付けられないので専用のレンズアダプターが必要になります。でこれがソニー 14mmF1.8G マスターレンズ専用のアダプターです。中にはレンズアダプターとフィルターホルダーが付いています。この 14mm のレンズだとフィルター3枚使用すると蹴られてしまいますので、2枚しか付けれないようになっています。でこのアダプターの付け方ですが、まずこのレンズアダプターのここ、とんがっているところをレンズフードのへこんでいるところの間に合わせて取り付けます。ここを締め込むとこういうふうにパッドが動きますので、これでレンズアダプターをレンズに固定できます。これにフィルターホルダーをつけてしまえばセッティングの完了です。まあ慣れてしまえばスピーディーにつけれますね。ちなみにこのアダプターでは CPL フィルターは使えないので、角型の PL フィルターを使う必要があります。これはちょっと残念ですね。フィルターは2枚しか使えないので、できることが限られてしまいます。まあ広角レンズなのでしょうがないことですけどね。で肝心の効率化の話にありますが、スピードリングと同じ感じでこのレンズアダプターはちょっとつけるのが面倒ですよね。セッティング開始から写真を撮れるまで5アクションになってしまいます。レンズキャップを外す、レンズアダプターをつける、フィルターホルダーをつける、フィルターをつける、シャッターを押す、この5アクションです。でこれを効率化するために富裕人はレンズアダプターをレンズを常に取り付けたままにしています。レンズアダプターは取り外ししません。じゃあレンズのキャップはどうするのかというと、こちらのアダプターリングキャップというものを取り付けます。こちらはつい最近カニさんの方で新しく発売されたものですね。これだと5アクションだったのが4アクションに減ります。アダプターリングキャップを外す、フィルターホルダーをつける、フィルターをつける、シャッターを押す、たったの4アクションで写真が撮れるのでかなり効率化できていると思います。撤収も早くなりますね。フィルターを使わないシチュエーションでもアダプターリングは外すだけなので素早く写真が撮れますね。富裕人はこの 14mm のレンズはこのままでカメラバッグに入れて持ち運んでます。まあ小さいのでスポッとカバンに入って便利ですね。ここでカメラバッグの話が出たので次の話をします。まあ、どんなカメラバッグを使うのかは人それぞれ好みや持っていく機材の量にもよると思いますが、富裕人はほぼいつもピークデザインのトラベルバックパックを使っています。このバッグは収納部を開いた時に機材がすべて一目で見渡せてアクセスしやすいので気に入っています。収納部内のパッドは持っていく機材に合わせて変更もできます。これも便利ですよね。
このセッティングではレンズ5つ入れてます。 135mm、85mm、50mm、24mm、そして 14mm のレンズを入れています。24、50、85mm のレンズにはステップアップリングと 82mm 蛍光のレンズキャップをつけてます。 14mm のレンズにはさっき説明したようにレンズアダプターとアダプターリングキャップをつけています。これは軽くて小さい G マスターレンズだからこそできることですよね。これが例えば 2.5 倍重い SIGMA の 14mmF1.8 のレンズだったら、レンズアダプターをつけたままバッグに入れるには大きすぎてしまえないと思います。で、見てわかるようにレンズアダプターがいらないレンズはアダプターリングキャップではなくて 82mm のレンズキャップを使った方がバッグの中で場所を取らないですよね。アダプターリングキャップよりレンズキャップの方が安いですしね。ここには三脚の雲台を入れてます。これはレオフォトの G4 というギア雲台ですね。結構気に入ってます。こちらには α7R4 のカメラとフィルターケースを入れています。このフィルターケースには6枚入れることができて、このように開けたままにしておくとフィルターを取り出しやすいです。ちなみにフィルターを6枚以上持っていきたい場合はこのようにケースパッドのみを使うことで、限られたスペースにもっとたくさんのフィルターを入れることができます。他にフィルターの公式ページではパッドのみを購入することもできます。ここではパッドを4枚置いていますが、もう1枚ぐらいパッドを置けるくらいのスペースがあるので、このセッティングでは10枚くらいフィルターを持っていけます。こっち側にはフラッシュ3灯とアクセサリーケースを入れています。フラッシュが必要のない場合はここにフィルターホルダーを置いたらいいと思います。浮遊陣はフィルターホルダーをカバンの前面の収納部に入れています。バッグに入れている機材はこれくらいですね。まだまだスペースがあるので名刺ケースだったりとか財布とか他の小物を入れてます。はい、そんなこんなで今日はフィルターを使う際の効率化の3つの方法を紹介しました。動画の最初の方でも言いましたが、カニフィルターは本当に高質なので大変気に入ってます。コロナでなかなか撮影に行けないのが残念ですが、落ち着いたらフィルターは今回紹介した3つの効率化の方法を使ってバッグに入れていく予定です。一つだけカニフィルターさんにお願いができるとしたら、フィルターホルダーに直接つけれるキャップがあったら嬉しいですね。フィルターホルダーにキャップをつけることができれば、キャップを外す、フィルターをつける、シャッターを押すのたった3アクションで終わるので、撮影場所でどのレンズを使いたいか分かっている場合、かなりの効率化につながると思います。で、おまけなのですが、最近このスターリースカイセット 100mm も購入しました。こちら成形写真に人気の2枚ですね。パーシャルソフトフォーカスフィルターと光害をカットできる LPRF のフィルターが入っています。まあ、星の写真は今まで撮ることはなかったんですけれども、フィルターを買ってから撮るようになって、どうしても欲しくなったので思い切って買ってしまいました。もし皆さんから要望があればこちらのフィルターもレビューしたいと思います。フィルターに関して勝手にいろいろうんちくを語ってますが、常にフィルターを使えばいいというわけではなくて、フィルターを使わなくていいシチュエーションもたくさんあると思います。自分も撮影状況に合わせてうまく使えるようになれたらいいなと思ってます。フィルターに関してはまだまだ初心者なので。今回も最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。 SNS もやっておりますので、そちらもよかったらご覧ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。 See you in the next video.